日本の学校制服では、日本における学校の制服についてもべる。大阪府立伊豆岡高等学校の制服。創立約90年の同校だが、高等女学校からの伝統のセーラー服を止め、2003年から男女ともブレザー制服にした。なお、同校では女子生徒でもズボンとネクタイというボーイッシュな組み合わせを許可している男子生徒用の 制服は、爪入り学制服か、ブレザー、女子生徒用の制服は、女子通学服に代別されている。なお、学校の制服全般を男女形状タイプに、関係なく、学生服、小学生向けのものは、学童服と呼ぶ場合もある。ジェンダーレスで性別に関係なく制服が選べる、制度導入が促進されている。女子の制服制度としてはスラックスを選択可能にしている。 自治体のほか、申し出があれば認める例もある中で、制服を男子用女子用と区分けせず選択制にして、男子がスカートを着用できる高校も存在する。女学生の服に多いヤガスリ東京府立第5中学校で採用された背広型の制服の例、通学途中の次宮秋人新納1960年代から1970年代、1980年代制服の、 ファッション化の背景には、制服は基本部分を親に購入してもらうことができるため、リボンなどの小物や色の組み合わせを変えることでオシャレを演出できるほか、小遣いの範囲で小物を買い足していくことができるといった、私服よりも安価におしゃれを楽しめることが理由だと考える意見がある。しかし、一度制服を廃止した途端に受験者数が落ち込むケースが存在する。 制服を再導入する学校も出てきている。千葉県立小金高等学校では、公立の学校としては珍しく、1993年から私服通学を認めていたが、志願者が減少の一途図をたどっていたため、2011年から制服を再導入すると決定したところ、志願者数が増加した。また北海道富良野高等学校が、式典などでの服装の乱れについて、 指摘を受け、2011年度から制服を復活させることにした。近年の日本におけるこのような制服のファッション化は、日本国外でも注目されており、フランスの雑誌、ジャパンライフスタイルにおける言及、日本の女子高生の制服は自由の象徴といった、パリ娘たちの意見や2009年ジャパンエキスポにおける、制服ファッションの前年比での激増。 ファッション誌に常に制服が特集されている太陽国、バンコクで2009年3月に開催された制服ファッションイベント、かわいいフェスタの開催などにその注目の度合いを見ることができる。一方で制服の購入には経済的負担や人生の一時期に着用してあとは廃棄されるという課題もある。このため同じ学校に通う年下の子供がいる家庭への譲渡や 中古品売買が一部で行われている。全国の公立中学校のうち600校を対象にした日本国政府の調査では制服に上履き、ジャージなど体操服を含めた一式の金額は多様化制服については教育委員会ではなく学校長判断で着用が決定するが公正取引委員会は2020年7月に愛知県豊田市にある 県立高校6校の制服販売。また、制服については、学校長判断で変更等が決められるが、2019年4月から、中野区と世田谷区では、全区立中学校で、女子生徒もスラックスの制服を選べるようにした。世田谷区では、上川綾議員の経験による質疑が、きっかけとなった。福岡市では中学校長会の代表や、 保護者代表などによる私立中学校の制服を見直す検討委員会が発足し2019年5月には新たな標準服の案がまとまり、同年福岡市は全69校のうち4校がジェンダーフリーの独自学生服を採用。残り65校も福岡市が準備した新たな標準服となり、市内全校がスラックスとスカートを自由に選べる選択式の標準服を採用した。 動きやすさや寒暖への対応のほか、男女に関係なく、ズボン。栃木県の県立高校では、コロナ禍対策の換気による防寒もあり6割で、女子生徒にもスラックスが導入されている。世田谷区の区立桜が丘中学校では、制服の形状を選択することが、カミングアウトにつながるとの校長の配慮もあり、制服でも、私服でも良いとしている。 政治人への配慮やスカート内の盗撮とその動画販売拡散などの被害、寒さによる月経混乱症の重篤化や自転車通学でのスカート着用の不便さなどといった行動面での問題もあり、生徒が自らの思考や心身の健康安全のために形状を自由に選択できることが寛容となってきている。2020年報道機関の取材では全国で 制服選択制の効率高600兆となっていると報道されている。学業の本文と健全な学校運営に関わらない余計な生徒指導を生む現状があるブラックな校則の見直しと教師の負担軽減の両立についての指摘がある。教員の長時間労働とブラック校則の問題は根底でつながっているとの意見もある。ありがとうございます。